レッスン終わりな感じなんですけど、またちょっとだけ少しだけですが配信しようと思って、そう、8の日外れた。そっか、当選発表あったんですね。夜ご飯じゃない、これは。夜ご飯はもうレッスン前に食べました。おいしい。でもブルーベリーってさ、食べるとね、口が紫色になって、すごい、あのね、見せられない感じになるんですよ。だからそう、でも食べます。冷凍、冷凍のブルーベリーが、冷凍のブルーベリーって冷凍のブルーベリーしか食べたことほとんどないし、食べない、まあ食べたことはあるけど、なんかパンケーキとかに乗ってるやつ、でもあんま冷凍以外はお家では食べないかな。そう、なんかアイスみたいになって美味しいですよね。レッスンの時はね、もういつも髪の毛縛ってます。だからほんと、もうすごいラフな感じなんですけど。声低いな。高くはないかも、確かに。ほう、声、あると音楽発表会とかあると歌ってた。アルトとね、ソプラノ歌、どっちもやったことある。そう、ブルーベリーは目に、
大変。視力はめっちゃいい。多分今のところ。ナヌシちゃんがさ、ショールームでケバブ食べてて、めっちゃ美味しそうだった。ケバブ、なんかケバブとかパンに挟まってますよね。パンじゃないっけ。バインミーっていうやつも食べてみたいな。バインミー、あとなんか昔はそのなんだっけ、あ、ペヤング焼きそば、昔って言ってもまあショールームでちょっとまあ昔はあのペヤング焼きそばのいろんな味、毎回出たいろんな味を食べてたんですよね。それまたやりたいな。そう、ペヤングのチョコとか納豆とか食べてた、食べたことある。でもな、チョコとか納豆とか普通に美味しかったです。面白いですよね、いろいろ味が出て。あの昼なんですね、ね、そば味食べたの。焼きそばなのにそばって面白いですよね。でもめっちゃそばだった。焼きそばなのにそばだった。なんかそば粉の味した気がします。気のせいかな。美味しかった。なんかさ、いろんな味出るけど、え、これ美味しいのってなるけど、ちゃんと美味しい気がする。今まで食べてきたのは、ゆいは。そうで、この間ね、クイズ違和感で、私もそのドラマとかで出させていただいてる番組なんですけど、そのクイズ違和感のでさっしーさんとか出てた回の時に、ペヤング焼きそばのいろんな味が出てて、どれが偽物かっていうのを当ててたんですけど、そう、でもすごい種類あって、なんだっけな、いろいろあってね、食べてみたいのいっぱいあったんですよ。うん、そう、ね、いろいろ、そうそう、アップルパイとかさ、そう、アップルパイがあったのは知ってた。なんかね、パッケージが印象的で、なんかすごいなって思って、食べたことなかったけど知ってた。あれ食べたことある人いるのかな、見てる方で。アップルパイってどんな感じなんだろう。でも提供するものだから絶対普通に美味しいんですよね、多分。でも普通に美味しそう。うん、甘かった。うん、意外と外れもある。え、そうなの。まあシンプルが一番はもうそうですけどね。うん、そう、でも、うん、うん、でも、うん、焼きそば、カップ焼きそばっていろいろあるけど、ペヤングしかね、あんまり食べたことないんですよね。だから UFO さんとか一平ちゃんとか。でもお家に今ね、モッチッチがある。
食べてみたいなと思って買いましたけど食べてないまだ。あ、ごつ盛り、なんかそう、ずんちゃんがさ、ごつ盛りなんかショツイッター載せてて、いっぱい気になりました。うん、今さ、カップ麺もノンフライとか出てるからね、そう、そういうのいいなって思います。うん、普段あんま食べないんです。食べ、いや全然昔とか食べてたけど、そう、美味しいのは知ってるし食べたいっていう気持ちもすごいあるんですけど、そうなの、まあ、意外とそこお弁当とか食べる機会が多いので、外でお仕事の場所で、お家でこうそうする時がねなくなっちゃってっていうのもあるし、そうなんですよ。うん、まあね、お手軽でね、簡単で美味しいしすごいいいと思うんですけど、まあね、たまにがいいですよね。皆さんも、そう、お母さんがそう作ってくれるっていうのもある。もし一人で暮らすようになっちゃったらね、なんかうん大変そう。うん、おいしい。一人暮らししてみたい。うーん、でもホテルとかでこう何泊か、まあ3、4泊一人でいることもあったりすると、もうそれが一人暮らしの感覚だから、うーん、したいっていう感じはないかな。うん、まあした方が良かったら、しないといけない立場というか、しないといけない感じになっちゃったらもうするしかないけど、そう、しなくていいならやっぱ実家がいいかな。そう、ホテルとか泊まることも結構あるから、朝早かったりすると、熊タワー、ありがとうございましたけど、熊タワー、これ誰が投げてくださったんだろう。ん？どれだ、誰だ。いい友達いるの、いるよ。ひどいひどい。うん、ソニーアットマークタイさん、ありがとうございます。東京いますよ。友達はまあもちろんメンバーいっぱいいるから、その分みんな、うん、学校の友達もいます。そう、学校の友達もいる。ちょっとユキリンさんからいただいたメイク道具でちょっと
ブルーベリーの確認をしないと。ブルーベリーの OK。 全然でも紫になってない、大丈夫でした。いつもだったらね、その口の周りももう紫になっちゃって、もう本当にもう大変なんだ、大変なの。あの歯磨いたりしても歯磨きがもう紫になって、そう、もう大変なんですよね。染まっちゃう紫色に。まあでも美味しいから。そう、そんなにつく、すぐ飲み込んだらいいのかな。よく噛んでるからかな。です。明日もね、ちょっとね早いので、明日はねベーヘムさんのユイワールド星の収録していきます。そう。他はダンスの練習とか収録とか、テレ東の番組も始まったので、新番組頑張ります。なのでね、皆さんもね毎日お仕事だと思いますので、またお仕事も学校も毎日大変だとは思いますが、一緒に頑張りましょう。疲れた、お、疲れたんですね。頑張りましょう。ファイティン。私は好きなデザートとか好きな食べ物をモチベーションに食べてたりとか、あとはまあ好きなことしてれば頑張れますね。うん、そうですね。よく寝て、よく食べて基本的なことですが、やっぱ寝ることがね日々の動く活力になるので、皆さんもよく寝てください。夜更かしせずに、夜更く、あの、まあ、仕事でね、寝れない方いるとは思うんですけど、そう、寝れるときは夜更かしせずに寝て、ご飯食べて、うん、頑張りましょう。で、それではそれでは短いですが、またこんな感じで挨拶しに来ます。いいですか、こんな感じで。またね、来る感じでも、そう、いつもだったらなんかね、なんかしようと思ってなんか1時間の中でいろいろしたりしてたんですけど、そう、まあ、じゃなくてこうできる時にラフな感じでするのでもいいのかなと思ってやりました。またインスタライブとかもしたいな。ということで、ランキングを読みます。ランキングなと、ダンス
ステージに上がってる方を読みますよね。13位、キャンディーサータンさん、ありがとうございました。12位、なんかすごい穴がいっぱいありますが、12位、まさきさん、ありがとうございました。すごい、やっぱゆいのキャラクターじゃない、おぐりゆいって書いてある、かわいい、嬉しい。11位、ともるさん、ありがとうございました。10位、いない、10位いないじゃん。9位、たけちゃん、ありがとうございます。8位、斉藤さん、ありがとうございました。そして7位はともたん、ありがとうございました。6位、星野さん、お、星野さんも私のキャラクターだ、かわいい、ありがとうございます。そして5位は、キャリーなべなべさん、ありがとうございました。そして4位はショートさん、ありがとうございました。そして3位、天使さん、ありがとうございます。そして2位はいたちゃん、マロン推しさん、ありがとうございました。そして1位はソニーさんかな、ソニーさん、ありがとうございます。ということで、いなかった方がいたな。10位の方、またランキング変わっちゃったか。そうだね、いる？今10位の人いました。10位、ハリーユーマーポッターさん、ハリーさん、ありがとうございました。教えてくれてありがとう、優しいですね皆さん、さすが。読まれた、みんな優しい。ということで、OK かな。ブルーベリーなくなっちゃった。だからとね、またちょっと食べたいのででも向こうにあるので、ちょっと配信さよならしたら一回食べて、もう準備して寝たいと思います。もうちょっとだけね、食べたい、食べ過ぎないように、はい、食べ過ぎないようにします。それでは配信ありがとうございました。また見てね、バイバイ。笑顔のは休みなさい、バイバイ、ありがとう、来てくれて。